こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国主催の合同訓練リムパックが南シナ海で行われた。中国を牽制するための合同訓練となる。現在、南シナ海の勢力図が大きく変わろうとしている中、各国中国の横暴を阻止するために動いている。そんな中、中国の気になる動きも出てきている。2隻の空母での軍事演習なども気がかりだが、何より SLBM の反射実験なども気になるところ。今回はこの潜水艦発射弾道ミサイル試験の話をしていきます。中国も焦っているのか、世界では香港の強硬政策でようやく目が覚めている国も多いですね。2020年に入り、これまで以上にアメリカと中国の対立が先鋭化する中で、8月の末に中国が渤海と黄海において新たな軍事演習を行うと報じられ、その演習内容に注目が集まった。中国当局は9月1日から4日の日中に、まず黄海南部の海域において実弾を用いた軍事演習を行うと発表しており、これに伴い、同海域への艦船の航行を禁じる通達を出した。また、同時に、渤海海域においても、9月1日から22日までの期間に軍事演習を行うことを理由に、艦船の航行を禁じることを通達し、こちらには国産初の航空母艦であるシャントンが投入される見込みだ。すでに航空母艦シャントンは1日の午前中に遼寧省の大連から出港しており、今回の軍事演習はこのシャントンの艦載機を使用したものとなる模様で、このところ実施していた東シナ海や南シナ海を避けている。これは万が一の場合でもアメリカ軍の脅威に航空母艦シャントンをさらさぬようにとの意図が感じられ、自国沿岸部の渤海海域で演習を実施することで国威発揚と練度向上の両立を目指したものだろう。中国海軍が派手に航空母艦シャントンの保有を誇示するかのような軍事演習を実施し、運用能力を高めようとするのは、確かに日本を含む周辺国にとっては脅威に感じる問題ではある。しかし、中国当局も大型の原子力航空母艦をすでに11隻も運用する。アメリカ海軍に正面から勝ち目がないことは自覚していると見え、8月31日付の環球時報の英語電子版では別の角度からのアプローチも匂わせた。これは従来から中国の内海である渤海では、戦略型潜水艦による潜水艦発射型の弾道ミサイル SLBM の試射が実施されてきたと説明し、今回もそれが行われる可能性が高いと言及したものだ。すでに昨年2019年の12月には、中国が新型の潜水艦発射型弾道ミサイルSLBM の巨浪3の発射実験を行ったとアメリカのワシントン・タイムズが報じており、
その存在が改めて強調されたといえる。この中国の潜水艦発射型弾道ミサイル SLBM 巨浪3は、実に有効射程が9000キロから1万2000キロにも及ぶとみられており、この距離は渤海からアメリカを含む世界中のすべてに届くことを意味している。もちろん、巨浪3には核弾頭を搭載することが可能で、アメリカ国防総省筋の情報によれば、戦略型潜水艦に搭載された。巨浪3は、渤海海域からゴビ砂漠に向けた試射実験が、行われたと伝えられた。中国軍は今年の8月26日に南シナ海での軍事演習でも弾道ミサイルを4発発射したとが報じられていたが、こちらは同じ弾道ミサイルでもアメリカ海軍の大型原子力航空母艦などに向けたものだった。今回、環球時報の英語電子版が、この巨浪3の試射が行われる可能性を示唆したことは、接近してくるアメリカ海軍の大型原子力航空母艦などの艦艇だけでなく、アメリカ本土を攻撃可能だと思わせる狙いだろう。巨浪3が、その長大な射程距離と並んで脅威になると見られているのは、非常に迎撃することが困難な弾道ミサイルだとされているためで、現在実用化されている迎撃ミサイルでも対処は難しいと言われている。今回中国があえてこのタイミングで巨浪3の試射を匂わせていることは、現在威嚇に使用できる兵器の中、これが最もアメリカを警戒させることができると考えていることの裏返しと言えるだろう。逆に言えば、航空母艦などの通常兵器では、未だアメリカに正面から対峙することは厳しいと自ら認めていることでもあり、台湾へのアメリカの肩入れを強く妨害しようとの意思を表したものだ。さらに、9月1日付の環球時報では、アメリカ軍の偵察機が台湾へ出入りすることを強く非難しており、その事実が確認されれば台湾やアメリカ軍機への攻撃も辞さないとする内容が掲載されている。折しも、今年2020年6月に、中国軍はカシミール州のラダックにおいて、インド軍との衝突を引き起こし、これを契機に、インドが軍事的により、アメリカ、西側諸国へ接近するとも見られていたが、これは回避されそうだ。インド、中国両国は、この地における軍事的緊張の高まりに、お互いに益がないことを確認し、双方が進出させていた軍を引き下げることで合意に達したと9月11日に報じられたからだ。アメリカの思惑は、日本やインドと合同で実施している軍事演習マハラバールに今後正式にオーストラリアを参加させ、この4カ国による中国封じ込めの新体制の構築を進めることのあった。その中で、オーストラリアの反中国の方向性が、このところ顕著であり、インドを巻き込んだ安全保障体制の構築は、
対中国への有力な対策だと見られていたが、どうやら不調で終わることになりそうだ。これを日本以上に残念だと感じているのは、南シナ海で中国の圧力の増加を間のあたりにしているベトナムやシンガポールなどの東南アジアの国々なのかもしれない。